近鉄23000系電車は近畿日本鉄道の特急系車両を。島スペイン村への大阪、名古屋方面からのアクセス輸送用として、1994年3月15日のダイヤ変更時から営業運転を開始した伊勢島ライナーの車両愛称を持つ。開設の便宜上、本校では大阪南波側の先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。 ブルネル賞自称プレート近鉄が三重県島郡磯部町に開発した複合リゾート施設である島スペイン村が1994年4月22日に開業するのに合わせて製造された特急系車両で1993年から1995年にかけて6両編成6本が近畿車両で製造された運行区間は近鉄名古屋大阪南場 京都の各ターミナルから賢島内市、賭場までの区間である。また、京都近鉄奈良間、大阪南波近鉄奈良間の運用にも入る。1994年に、社団法人日本鉄道建設業協会、ブルネル賞を受賞した。本系列で運用される特急の場合、時刻表では、交通新聞社が発行する JR 時刻表。 近鉄が発行する近鉄時刻表及び近鉄各特急停車駅の時刻案内板では太陽をイメージしたシンボルマークが使われ JTB パブリッシングが発行する JTB 時刻表ではイルの表記がなされている。また近鉄時刻表では車椅子マークも併用されている。電算記号はイールを使用する。伊勢島の雰囲気に合わせてデザインされた。 島スペイン村に代表されるリゾート地としての伊勢島のシンボルとなる特急を目指し、下記の開発コンセプトを設定した。車両デザインは、近鉄、近畿車両デザイン室、手線正道、山内陸平のデザインチームによる。また、スペイン国鉄アブをデザインの参考とした。オリジナルスタイルの 23000K1994 年。 運行開始当初から2013年2月中旬まで運行されていたオリジナルスタイル車を開設する。車体更新車はリニューアル車の不死で開設する。先頭形状は2万1000系のイメージを受け継いだラウンドスタイルとくさび形を組み合わせた流線型とした。フロントガラスは運転席後方のパノラマデッキの乗客の眺望性を考慮して上辺を拡大し、 大型曲面ガラスの2枚構成とした。全商灯は角型シールドビームを4個配置し、標識灯、尾灯は LED 式のものが車体下部スカート内に縦2列横6列の計1 2個を1ユニットとして左右に設置された。フロントの傾斜角は42度とした。また、中央に非常用の連結器が格納され、 通常は、くさび状の構えからだから連結器が突出しないようにした。なお、列車無線アンテナは、3万系などと、同じく運転台付近の屋根に設置され、他の流線系特急車とは、先頭部分の印象が異なっている。車体断面と構造は2万2000系、ACE と、概ね同様である。違いとしては、屋根巻き上げ部半径が2万2000系では300ミリメートルなのに、 対し、23000系では500ミリメートルとして、やや丸みを帯びている。この断面形状は、レギュラーカー、デラックスカーサロンカーを問わず全車同一である。側面窓は連続ガラスの外はめ式であり、上下幅を22000系と同じ825ミ、mm、リメートルとした。もう23200型は縦1225ミ、mm、リメートル横1700ミ、mm、リメートルの、単独の大窓が6個並んでいる。 窓高さが大きいためにガラスを直線形状とすると構えからだとの段差が生じることから曲面ガラスを使用している。なお、も二23,300系の車内販売コーナー部分の海側にはサロンカーと同一サイズの大窓が設けられ、も二23,200型とセットで本系列の外観上のアクセントとなっている。外反塗装は伊勢島の明るいイメージを取り入れた表現として、 上半分が豊かな太陽光線のイメージでサンシャインイエロー、下半分が2万1000系や2万6000系でも採用されたクリスタルホワイト、ソワスナ浜をイメージしたグレイッシュサンドが塗られ、境目は海をイメージしたアクアブルーの細い帯が引かれている。もう2万3400系のトイレよりの車体側面には ISL のイニシャルを縦のストライプであしらったロゴタイプが白色で描かれている。 行き先方向幕は、側面の上高扉は木にのみ設置されている。上高扉は22000系と同様の案内レール式のプラグドアを採用し、有効開口幅を 900mm とした、特別車両であるデラックスカー、サロンカーの客用扉付近には専用マークがプリントされる。デラックスカーは21000系と同一の DES マークだが、サロンカーは サルーンセタスの頭文字をデフォルメした SS マークが新たに採用された。インバータ制御装置マップ -208 から15、VD-45 そもそも測用抵抗器、区23100型特23600型に、搭載写真上 KD-307 台車写真下、KD-307A 台車 PT4811C、M パンタグラフ制御装置。 主電動機、編集制御方式は22000系に引き続き、VVVF インバータを採用したが、22000系の全電動車方式に対し、大容量 GTO 製造技術の進歩や、製造コストの面から両先頭車は、モーターなしとしている。1台の制御装置で4台の主電動機を制御する、1C4M 方式を採用し、これを、電動車2に2両分をまとめて1台のケースに、 収納した上で搭載している。また、編成全体の出力を全電動車方式の22000系と同等と、するために、モーター1台あたりの出力を2 0 0ットとした。歯車比は19、82である。起動加速度は時速2 5トル S。最高速度は時速1 3 0ル三33パーミル、上り高バイク間においての均衡速度は、 時速 120km、河川電圧10%減、定員乗車条件でも、近高速度時速 116km の走行性能を確保している。ブレーキ、編集ブレーキ装置は回生ブレーキ、併用電気、指令式空気ブレーキで、緊急時には電磁直通ブレーキの車両との連結が可能なように、読み替え装置も設置している。そもそも速ブレーキも回生ブレーキであるが、 ヘール政府の観点から、改正執行した際には発生した電力を河川ではなく、抵抗器に流す発電ブレーキに切り替わるシステムを採用しており、両戦闘車に抵抗器が搭載されている。補機、編集補助電源装置はも二23300型、も二23400型に DC、DC コンバータを搭載、空気圧縮機は両戦闘車に搭載される。終電装置、 編集パンタグラフは、東洋電気製造 PT4811、CM 下枠交差式をも23200型、も23500型に、各2台設置されている。台車、編集台車は、電動車が、KD-307 型、制御車が、KD-307A 型を装備する。いずれも、溶断パツ系のボルスタレス式で、車軸にディスクブレーキが装備されている。 また、両タイプの台車とも22000系と同じく踏みずら、片押しブレーキを搭載し、ディスクブレーキと併用することによって、ブレーキ熱対応を高めて、時速 130km 運転に対応している。ブレーキ量の分担比は、ディスクブレーキ4、踏みずらブレーキ6の割合である。両台車とも、ホイールベースは 2200mm である。空調装置は22000系と同一で、 冷凍能力14000キロカロリー、H の集約分散式2台と冷凍能力3800キロカロリー、H の2棚下スポット空調用の1台を各社に搭載する。暖房は座席下にシーズワイヤー式ヒーターを設置している。換気装置は屋根状に設置し、1両あたり2台の熱、交換型排気扇を取り付けた。運転台の主管制御機。 ブレーキ設定器は横軸にハンドルのデスクタイプである。運転台には、モニタ制御装置が設置されている。警笛装置は、空気笛と2万1000系以来の音色である、電気笛との組み合わせである。ペダルを浅く踏むと電気笛が鳴り、深めに踏むと空気笛が鳴る。MT4M2T の6両編成で、 大阪側から空23100型からも23200型からも23300型からも23400型からも23500型から空23600型で構成される。危機器システム上は大阪側3両と名古屋側3両で分割可能な構成になっており、もう23300型とも23400型が接する貫通路部分には、 入れ替え用の簡易運転台が設けられている。車両は、レギュラーカーが4両、デラックスカーが1両の他に、本系列独特のサロンカーも1両連結されている。サロンカーを除いた、室内構造は22000系に準じている。デラックスカーとレギュラーカーには、座席の自動回転機構が取り入れられており、折り返し駅における、座席転換作業の省力化が図られている。妻壁には、 ドアの上と横に LED 式の情報表示装置を設けた。このうち、号車番号表示機には座席転換用キースイッチ機能がある。客室扉の窓は従来車と同様の縦、長形状であるが上下を丸くデザインした。二棚には先端にスリットが設けられ乗客が荷物を見つけやすくしたほか、スポット空調の吹き出し口を二つ設けた。二棚照明は22000系とはデザインが異なり。 縦長とした。客室天井も22000系に準ずるが、両サイドの飾り板は各車両で色が異なる。車内放送用スピーカーはこの飾り板内にビルトインされている。サロンカー、編集サロンカーはグループ向けのセミコンパートメントとなっており、向かい合わせ式の座席とテーブルが通路を挟んで二人用と四人用がそれぞれ6区画設けられている。座席が 背中合わせになった部分には荷物を置くスペースがあるほか、客室外の端部にも荷物置き場を別に設置した。営業開始当初は、制度の都合上喫煙者として設定されていたため、タバコの煙が隣の区画に移らないようにエアカー店を設置した。これは、客台の送り出し送風機から、せずり上部の吹き出し口に空気を流出させることで、空気の壁を作り出す構造である。窓は、 開放感を演出するために上下に大きく寸法を拡大しヘッドクリアランスを高めに確保したことから車高設備はプリーツカーテンに変えて電動上昇化工式のロールカーテンとした当座席のシートピッチは 2250mm で席幅はサロンシートが 1280mm ツインシートが 750mm であるモケットはベージュ値に 虹色の柄が入ったレインボーモザイクと名付けられた表布が採用された。雰囲気の狙いとしてヨーロッパ客社長のサロンとした。運行開始当初はオーディオサービスが行われ、スチュアーデスによるイヤホンの配布によって肘掛けのイヤホンジャックに差し込んで音楽が楽しめた。デラックスカー、編集デラックスカーは2万 1000K で利用が多かったことから採用されたもので、 通路を挟んで二人がけと一人がけ、リクライニングシートが並んでいる。しかし、サロンカーが設けられた関係で2万1000系とは異なり、一両のみの設定となった。営業運転開始当初から禁煙車に設定されているため、座席に灰皿は設置されていない。座席の仕様は2万1000系と異なり、幅広のヘッドレストを採用し、座布団は金属バネに変えて、 ウレタンを使用し軽量化を図った。モケットはシンク色のクリムソンレッドと呼ばれる色の表地を採用し、枕カバーも赤色系として情熱のスペインを表現した。足置き台は2万1000系と共通の形状で靴を脱いで使用することができる。テーブルは肘掛け内に収納されているが座席回転時にテーブルを出した状態でも壁と接触せずに回転できるように異業とした。 ただし、これではテーブル面積が不足するため、二人がけ席の中、肘掛けにも小テーブルを設けた。つまぶ壁面には、見つけの工場と汚損を目立たなくさせるために海をイメージしたストライプパターンの模様が描かれている。照明は、レギュラーカーと共通だが、荷棚下にカーテンライトを設けた点が異なる。カーテンは、一般的な横引き式である。床には、タイルカーペットが、 全面にわたって敷かれている。シートピッチは1 0 5 0ト、mm、ルである。サロンカーと同じく、かつては貸し出しイヤホンによるオーディオサービスと週刊誌の無料貸し出しサービスが行われていた。レギュラーカー。編集レギュラーカーの座席は22000系と同じ。形状のリクライニングシートで足の背も同形状である。シートモケットの色は、島スペイン村のテーマパーク。 パルケ・スパーニャの4つのエリアのテーマカラーを採用し、各色はランダムに配置した。このモケットには、スパニッシュ・ストライプと名付けられた横縞模様も入る。なお、レギュラーカー各車両には先に挙げた4エリアのテーマカラーが設定されており、そのテーマカラーが座席の7割を占めるようになっている。また、客室天井両サイドの飾り板も各社のテーマカラーを採用した。 もう23,500型にはバリアフリー設備として車椅子スペースを2台分設置しており、このスペースと直後の4人分の座席番号は90番台になっており、これらの座席は別枠発売になる。車椅子区画と一般区画の通路の幅が異なるため、通路幅の段差吸収のために簡易時切りを設けた。側ワ倉の FRP カバー内には2万1000系と、 同様に FM アンテナ線が通され、手持ちのラジオで音楽を聴けるようになっていたが、その後オーディオサービスは中止された。カーテンはプリーツカーテンが採用された。シートピッチはデラックスカーと同様 1050mm である。もう23,500系のトイレは車椅子対応仕様になっており、ベビーベッドも設置されている。 本系列ではすべて洋式と男性小便器ブースのセットに統一され、お物処理方式は近鉄特急発の真空式を採用している。床面は天然石を用いている。もう万3 2 0 0系の洗面室には21000系も二1 5 0 0型と同じ作りのマガジンラックが設けられた。もう万3 3 0 0型にはシーサイドカフェと称する壁面にディスプレイを持つ。 対面式カウンターがあり、リゾート特急の特色を全面に出した構成とした。壁には、デラックスカーと共通のイメージを持つストライプパターンの模様が描かれている。貫通扉付近の壁には、シマスペイン村グッズ展示ショーケースが設けられた。車内販売を行う上で必要なシンクや給湯器は、背面の作業室内に設置し、冷凍冷蔵庫、電子レンジは、 カウンター付近の壁にビルトインされた。その他に、上空扉付近に、観葉植物のための植木鉢を設置し、天井には直径 844mm の大型円形照明を、また、カウンターテーブル下にイルミネーションランプ24灯を設置し、カウンター横の壁にも照明機能を持たせて、シーサイドカフェの切り文字を光によって演出した。営業運転開始当初は、 車内販売が実施されていたが、利用客の減少に伴い2002年3月に一旦廃止された。運転室後部はパノラマデッキとなっており、出入り口だけでなく、ハンドバーを設けて展望スペースとしての機能を持たせた。本系列にも、車高膜は設置されているが、あまり使われない。その他、テレホンカード専用公衆電話が両先頭車の連結部に設けられている。 デッキの構成とデザインは22000系に順次、天井はダウンライトによる照明で、各設備の角にはコーナーポールが設けられた。貫通扉の細長窓は客室の色付き窓と異なって透明であるが、特に簡易運転台が設置されているも23300系も23400系連結面の貫通扉は作業員の視認性を考慮して幅広窓とした。 入れ替え用運転装置は2万1000系とは異なり、扉横の壁内のケーシングを倒した上でもう2万3400型に別納されている下半型の簡易マスコンハンドルとブレーキのワンセットをケーシング上に乗せて運転する方式である。また、この車両間は電気連結器を装備するが高さを 800mm として2万1000系のような通路段差を解消した。 後述の車体更新工事まで特段の改造は実施されなかったが、一部編成では連結面に転落防止ホロが設置された。初期車の製造から約18年が経過して、車体更新時期を迎えることに加え、2013年10月に取り行われる伊勢神宮の第62回式年仙宮を控えていることもあって、更新工事を施行することになった。2012年から、 内外装のリニューアルを高安研修センターで行い、8月に最初の編成が出場した。8月4日から赤色塗装の23,103回が営業運転を開始し、翌月からは黄色塗装編成の運転も開始された。全車両の車体更新は2013年7月をもって完了した。エクステリアカラーの変更、及び車内では時代を反映して、 全席禁煙化に踏み切り、編成中に一箇所、喫煙室を新設。また、各座席に、電源コンセントを設置。フリーパターンディスプレイの更新。多目的トイレや一般タイプのトイレの設備変更。シートモケットや化粧板の変更等である。そして今回の更新を機に、伊勢島ライナーのロゴタイプも、新しいデザインに変更された。更新改造によって定員が変化したのは、 喫煙室を伊勢よりに設けたも23,400型のみで、他小量は変化がない。も23,500型も21,020系タイプの車椅子対応トイレに改造されたが、もともと車椅子対応であり設置区画は大部分確保されていたので、客室に及ぶ変化は限定的であった。外観は伊勢島の太陽と日差しを表現するため、6編成のうち3編成が サンシャインレッド塗装、残りの3編成がサンシャインイエロー塗装となった。赤色編成のカラーベルトはアクアブルー、黄色編成はコスメオレンジとした。両戦闘車とも23,400系の側面には伊勢島ライナーの新しいロゴタイプがプリントされた。多形式の更新車と同様に乗務員室扉や乗降扉への雨どいの設置。 連結面への転落防止ホロ設置などが行われている。目立つ変化としてはもう23,400系の喫煙室設置に伴う窓の新設も23,500系側面窓の車椅子用区画の小窓化に留まった。内装面では座席モケットや化粧板、床材の交換、喫煙室や多目的手洗いの整備のみで、 自動販売機やシーサイドカフェなどの配置は変更されていない。また2万1000系や2万6000系、3万系の更新で見られたような座席そのものを交換するという大規模な変更は行われていない。全席を対象に特急券発売状況表示等が新設され、車掌業務の支援が図られた。設置場所は2棚の座席番号表示の横及びサロンカーは、 窓柱部である。サロンカー、編集モケットをピンク系のブロックパターンのものへ取り替え、テーブルも天然機とした、1ボックスに2つの電源コンセントを新設した、エアカーテン吹き出し口とオーディオユニットは撤去された。また、客室外の荷物置き場も撤去され、消火器置き場となった。デラックスカー、編集モケットをベージュ地に白の格子模様の入ったものに取り替え、 ヘッドレストのカバーを赤茶色として伊勢島ライナーのロゴタイプをプリントした。座席やフットレストの構造に変化はないが、肘掛け部分に電源コンセントが設置された。また、妻壁には伊勢島産の真珠を使用した装飾品が掲げられた。レギュラーカー。編集モケットは伊勢島の海のさざ波を表現した青系で4色のブロックパターンのものへ取り替えた。 室内の座席カラーは、大阪、京都、名古屋側が薄い青で、そこから伊勢島側に向かうにつれて、濃い青色へと変化させている。このほか、二席に一つの割合で、電源コンセントが設けられた。ただし、妻壁に面する場合は一人につき一つずつ用意、されている。もう23,500系の車椅子区画の、通路幅段差吸収用の簡易時切りは撤去された。 化粧版のキメは明るいものを採用した。枕カバーも専用品が用いられた。化粧室、デッキ、編集様式トイレは全て温水洗浄型に取り替えた。もう23,500系の多目的型トイレは22,600系に順じた弧を描いたタイプに構造変更し、向かいにある男子雇用トイレと洗面室も同様のタイプとなった。デッキには出入台等が新設され、 その機能は2万1 0 0 0系リニューアル車と同一である。停車駅に近づく、内視停車中に開くドア側のランプが点灯して、乗降客の注意を喚起する。デッキの化粧板は明るい木目調に変更された。シーサイドカフェはくず物入れとプランター。カウンター内ではモニターとイルミネーションが撤去された。その他に、壁内にあった電子レンジがカウンター内のテーブルに移設された。 化粧版もパープル系に交換されたが、基本レイアウトの変化はない。喫煙室、編集22,600系に準じた。喫煙室、喫煙室はもう23,400型に設けられ、構造は22,600系に準じている。窓は、通路側も含めて22,600系に準じたサイズとなり、UV カットの緑がかったガラスを据え付けた。近畿日本鉄道のダイヤ変更も、 参照1993年12月に,に編成が、竣行し、12月24日に報道公開が行われた。翌1994年1月に3編成が、竣行し、5編成が出揃った。本系列は、日本の大手施設で初めて最高速度時速 130km 運転を実施した車両であるが、時速1 3 0トル運転可能な区間は、さほど多くないことと、 ダイヤ構成の問題や停車時間に余裕を持たせたため、全体としてのスピードアップは図られていない。なお、本系列による時速 130km 運転区間は、下記の通り、2001年3月から2014年9月までは、伊勢中川駅以南で、境、経緯特急と名位特急の編成の向きが、異なっていた。定期点検等による理由で他社のダイソーを掲示する。 2万3000系運用列車ではしばしば見られる。2014年現在のダイヤでは、大阪南馬、京都、近鉄名古屋宇治山田、鳥羽、賢島間の一部列車と、京な特急、ハンナの一部で運用されている。過去には前期した、名阪特急のほか、京京特急でも運用されていた。本系列は6編成しかないため、 定期点検等で工場へ入場する際は他の特急車によるダイソーが行われる。その際はあらかじめ駅の掲示板に他の特急車に変更され、サロンカーが連結されない旨の掲示がなされる。近鉄時刻表でもその旨が印字されている。また、島風のダイソーに統計式が使われることもある。配置車両基地は当初は高安検築で、その後最大時建尺に変更されていたが、 2009年3月20日付で、再び、高安県尺に変更され、2019年4月現在でも、高安県尺に所属する。1994年3月28、29日の2日間に、渡って、近鉄名古屋宇治山田間にて 23000K1、編成を使用した、おし列車が運行された。1998年秋から冬にかけて、 パルケ・エスパーニャのクリスマスキャンペーンに伴い、戦闘部の左右2カ所にマドレッド、マドレット・マドレットのラベルを貼り付けして運用された。2007年10月9日から2008年2月頃まで、近鉄特急運転開始60周年を記念して、車体側面に、イラストレーター、黒田聖太郎がデザインした特製ロゴマークを側面に、重複していた。ありがとうございます。